はい、古墳群が1、2、3、4、5、6、6基、7基。花木へ修復古墳、ちょっと今のか。4基あるんだけどね、1号墳、2号墳、3号墳、4号墳。今は1号墳、2号墳。はい、第2章は35号墳。80メーター。行ってみましょうか。和歌山県ではね、前方公園の最大公園だって言われてるんやけどね。あと、直射日光でございます。あら、入れんかね、これね。もうここに看板があります。全長約 100m、 現在最大規模の前方公園でございますが、で、つくり出しがね、ここにここにありまして、うん、まあ一応ね、作り出しか。初めの風源もね、風源がね、いっぱいしてあるんだけど、東作り出し。こっち回られるな。上上がろうか。100メーターですからね。和歌山島が一望できますね。しかし海からはちょっと遠すぎるか。海から見てもらうためじゃ遠すぎますね。古墳の方がね、火に見えますけどね。形はどうだかな、これ。なんとなくね、なんとなくしょうがわからんな。前方公園は古墳やね。第2章は35号墳、こっちも作り出しちゃったよね。あ、これ何、前方部に作り出し、杉立ったんかね。あら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 、第2さんが、第一の守護神さんが、ありがとうございます。これあら、ここに石碑があったの、こんな前方部に。え、こっちは公園部、ちょっと待ってや、公園部だかな、こっちは間違ってんね。ということは公園部の方が前方部よりも低いわけ。ああ、これ入られへんねんな。鍵かかってますか。鍵かかってますね。ということは間違ってますね。高さがね、前方部が高いんだ。これそんな、こう永久になってるかね。ちょっとね、遠距離になっとるか確認せないかんね、これね。これ全然丸く立ってないんだけどね。
悪くなってんのかな、さっぱりわからん。あら、わからんね。こっち上がってみようか。いやー、完全にね、前方部と後円部と間違ってますよね。お、ここ上がれるな。ねえ、分からないんだね。前方部から見てみましょうか。前方部が高いもんでね、てっきり反対方だけどね。あー、こうやって見たら大体わかりますね。はいはい、納得しました。納得しましたですね。前方部が高いの珍しいね。そんな、一回回ってる前方部が高いのは珍しいですね。ないことはないけど。大林山は35号分でございました。はいはい、ありがとうございました。